人間にはさまざまな条件の下で己の可能性を解放する力がある。限界という名の壁を壊し突き進む者、それがパラアスリートだ。今回の研究に使う装置をテストしていたんだ。それより目ぼしい選手は見つかったのか？この子はいかがでしょうか？ほう。彼ですね。すごいな。健常者の子たちの中で引けを取らないどころか飛び抜けている。水泳はパラスポーツの中でも特に肉体の進化が問われる種目だ。お詳しいんですね。ええ、まあそっちを専門としてまして。そうなんですか。本人は金槌ですが。そうなんですか。余計なことを。おっしゃる通り、あのタクにはすごい才能があります。あんまり才能があるんでこちらがどう指導するべきか悩むくらいですよ。パラ水泳では皆体の状態が違うので、それぞれに合った指導法を見つける必要がありますからね。選手自身が体の使い方に気づき、オリジナルの泳ぎを見つけることでもある。タクのやつ、誰にも教わらなくてあの泳ぎができちゃうんですから、相手になるのは隣で泳いでるともくらいですよ。確かに彼も相当なレベルですね。二人ともこれからが楽しみだ。本人たちにその気があればいいんですけど。その気があれば。あの二人、幼稚園の頃からずっと見てますが、勝ち負けや記録にはどうも今一つ興味がないようで。なるほど、それでか。ねえ、アイス食べたくない？食べたい。とも、最近背伸びたね。え、本当？チェ、あいつら余裕だよな。俺たちなんか眼中にないもんな。タク、もう一本行く？どうしたの？あんなの気にすることを。いや、あれ。気持ち悪いね。泳ごう。あの、成田先生、タクを指導していただけませんか？学生時代ちょっと水泳をやってたくらいの私では力不足なんです。そうだ、来週クラブの大会があるので、もしよかったら見にいらしてください。彼ら二人も泳ぐ予定なので。まあ、タクのやつ前回は4種目でメダル取ったんですが、今回はもっと期待できますよ。じゃ、自分は時間ですんで失礼します。お疲れ様です。さて、帰るぞ。タク君と話さないのですか？ひとまずその大会とやらを見てからにしようと思ってね。タク、期待してるぞって。コーチ一人で盛り上がってたね。僕はプレッシャーなくて楽だけど、大会サボったらダメかな。コーチ慌てて探し回りそう。ただ泳いでるだけで楽しいのに。泳ぐの気持ちいいもんね。まあいいや、アイス買いに行こう。アイス、アイス。よかったぞタク、トモもよく頑張ったな。あ、はい、ありがとうございます。やはりタク君の才能は本物でしたね。うん、ああ。
もらってみるとちょっと嬉しいね。メダル。トモすごく早くなったよ。本当に仲がいいんだな。わ、成田ってものだ。アシスタントのトマです。タク君、俺は君の可能性の扉を開きに来た。そのパラアスリートとしての才能を存分に生かし、世界の大舞台へと羽ばたきって。おい、すいません、僕そういうの興味ないんで。じゃあ一つだけ聞かせてくれ。君が水泳をする理由は。楽しいから。じゃあダメですか。トモ君だったか。君も同じ意見かい。え、そうですけど。そうか。仲良く楽しい水泳ももちろん結構だ。だがいつか自分の才能がそれを許さなくなる時が来るかもな。んじゃ。何なんだろうね。先生。なんだ。楽しいことは良いことではないのですか。アスリートってのはそれだけじゃ満足できなくなるもんなんだよ。負ければなおさらな。そういうものですか。確かに彼には才能が秘められてる。今はああやって何個もメダルを獲得してるが、しばらく様子見だな。今日はここまで。トモ、ちょっと話があるんで帰る前にミーティングルーム寄ってくれるか。はい。あ、タク、ちょっと待ってて。一緒に帰ろうよ。ごめん、今日はちょっと用事あるから。ん？そっか。ん？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  おまだ楽しいか、水泳は。君の可能性の扉を開きに来た。俺についてこい。泳ぐの楽しくなるかな。もちろんだ。僕はタク。左腕に障害があるけど泳ぎは一番早い。泳ぐのは楽しい。親友の友と仲良く泳ぎたい。でも成田って人に言われた。楽しい水泳ではいつか済まなくなるって。僕は勝てなくなった。言われた通りになったんだ。泳ぐの楽しくなるかな。もちろんだ。君には才能がある。パラ水泳で世界に通用するほどのな。才能あるって言われても、僕勝てなくなったんですよ。おお、勝ち負けを意識するようになったのか。わかんないです。負けたら楽しくないだろう。筋肉量の少ない小学生の頃はパワーの差が生まれにくい。だから体の使い方で勝つことができた。だが成長すれば技術の差は筋力でカバーされてしまう。まあ今まで彼らに勝てていたこと自体十分すごい話だがな。パラ水泳だったら僕は世界で勝てるんですか。君の強みを最大限に生かせればな。可能性はその左腕にある。重要なのはストロークのリズムだ。リズム。タマ、こちらをどうぞ。クロールは左右の腕で交互に水をかくよな。はい。だが君の場合左腕はほぼ水をかくことができない。だから右でかく回数を増やして推進力を生みたい。だったら左を早く回せばその分右の番が早く回ってくるってわけだ。理屈じゃそうなんだろうけど。んじゃあちょっとやってみるか。1 0.5 1 0.5。本当にこれでいいんですか。右の半分の速さで左を回せば右で書いている時間が増えるだろう。じゃなくて
0.5 って言葉にすると1より長くてやりづらいんですけど。2分の1ならどうだ。さっきより長くなってます。まあ何でもいい、リズムがつかめたら実践だ。ご協力ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがたいですよ。行きます。よーいスタート。1211211211211。どうだった？タク君自己新記録です。え、あれだけで？今までお前は感覚だけで泳いでいた。理屈を踏まえれば速くなるのは当然だ。よし、次は世界で戦う強力なエンジンを積むぞ。エンジン？研究所でトレーニングって言うから、こないだのああいうやつで練習すると思ってたんですけど。筋トレの時間がプールよりはるかに長くなっています。タクの強みは前半の加速だ。その強みは短距離でこそ生かされる。より爆発力を生むための筋力をつけるんだ。長距離はやらないんですか？あれこれしてる時間はないぞ。目指すは3ヶ月後の国際大会だからな。国際大会？まあ参加標準記録に届かなきゃ無理だけどな。肉体改造を始めてから最初の記録会ですね。なんかあいつ最近印象変わったよな。がっしりしたっていうか。タクのやつどこ行った？先に帰っちゃったんでしょうか。困ったやつだな。あの、ああ君か。こんにちは。どうも。あのタクどこ行ったか知りません。俺も探してたところだ。そうですか。タク君らしくない行動ですね。さっきの記録会で結果が出なかったのがショックだったんだと思います。それに僕が勝っちゃったから。わざと負ければよかったとか？そんなこと。でももしこのまま水泳やめちゃったら。それならそこまでのやつだ。信じてやれよ。君が一番わかってるだろう。はい。あの僕のことタクには言わないでもらえますか？なぜですか？僕に心配されてるって知ったら余計傷つくと思うから。黙っとくよ。ありがとうございます。傷つくものなのですか？そういうもんなんだろう。まったく繊細な友情だ。さて、水泳よりブランコの方が楽しくなったか？僕には世界なんて無理です。お？体が思った通りに動かなくて、今までどうやって泳いできたかも分かんなくなっちゃって、いくら筋肉つけてもこんなんじゃ。ちゃんと毎日筋肉とお話ししてたか？冗談だ！まあ座れ。君の感じてる違和感は確かにスイマーにとって脅威だ。だがボディバランスをまっすぐ保てるようになれば問題ない。こちらをどうぞ。世界と戦うには強力なエンジンが必要だ。だがエンジンを強くすると当然重量も増える。筋肉の重さで下半身が沈むんだ。すると抵抗が生まれてスピードが落ちる。今君は筋肉量の急な変化でボディバランスが狂っているわけだ。ではどうすれば足が浮くと思う？足を浮かせる？頭を沈める？その通りだ。エンジンスペックは上がっている。あとは自分なりの姿勢を見つけるんだ。義手？君に合わせて作った。左の上半身を鍛えるのに役立つだろう。
ありがとうございます。これ以上体が重くなるのは嫌か。結果が出なくて辛いのはわかるが、今は力をためる時だ。力をためるほど高く飛べるもんだ。すぐ落ちましたけど。元の性能が原因です。うるさい。まあ飛ぶかどうか決めるのは君自身だけどな。手つかずだった左上半身を鍛えたことでボディバランスが安定して推進力が強化されたんだ。これなら世界でも戦える。僕が世界で。僕はタク。もう一度楽しく泳ぎたい。成田さんの指導で肉体改造を始めた。ところが水中で違和感が。何か間違えたのか。でもそうじゃない。新しい姿勢を見つければ僕の泳ぎは完成する。本当ですか。これなら世界でも戦える。僕が世界で。優勝候補のジョンソン選手、僕と同じ。 Take your marks。 さあスタートしました。最初に飛び出したのはオーストラリアのジョンソン選手。日本の山本拓もトップ争いに加わります。早い。ジョンソン止まっています。その後ろから山本追いすがる。ラスト、いけるか。どうだ、どうだ。山本、ゴール前で抜かれ、惜しくも4着です。お客様、そちらの通信機器は電源をお切りいただけますか。機内モードにしているので大丈夫です。だそうです。圧倒的だった。身長も体重も同じくらい。障害のある箇所も同じ。僕と何が違うんだろう。あれ、ジョンソン。国内敵なしの天才スイマーが冴えない顔じゃないか。ジョンソンのことだろ。
うまく言えないんですけど、あの人はすごく遠くを泳いでて、それを追いかけてる僕の周りには誰もいなくて、一人っきりで泳いでるような気がしたんです。そんなわけないって分かってるのに。孤独ってやつだな。競い合うライバルでもいるといいんだが、ジョンソンがまさにそうじゃないのか。遠すぎてライバルとは思えないです。ふん、一人で上を目指し続けるのは辛いもんだぞ。自分と同じくらいの速さで泳ぐやつが隣にいてくれたらいいのにな。先生って泳げるんでしたっけ。それは俺の役目じゃないんだな。タク、今日は君にライバルを連れてきたぞ。トモ、久しぶり。うん。タク、トモは国内の強化メンバーに選ばれてたんだよ。代表にはなれなかったんだけどね。そうだったんだ。やれることはやったけど、ちょっと力不足だった。いや、タクのライバルとして申し分ない実力だ。早速だが、二人には今から2本ほど勝負をしてもらう。2本。トモ君の勝ちです。まずは1本。次はだな。何回やっても結果は同じですよ。まあ聞け。飛び込まずに水中からスタートしてもらう。今度はタク君の勝ちです。え、はあ、負けた。まさか今手加減。いや、そうじゃない。二人のタイム差はスタートってことだ。トモ、スタートを見せてくれるか。はい。水しぶきが少ない。水泳はスタート差の影響が大きい。世界レベルにもなればさらに大きく影響してくる。あの時スタートで並んでたら。友のスタートは国内ではトップクラスだ。そのノウハウをタクの泳ぎに組み込もうってわけだ。ライバルは競争相手だけでなく仲間にもなりうる。二人で世界一になってみろ。はい。どう？やっぱり右足を前にして飛ぶと体がブレるな。ずっと左足が前だったもんね。タクは右足前の方が距離を出せるみたいなんだけど。安定を取るか距離を取るか、もう少し試してみるけど、右はちょっと厳しいかもね。タク君、トモ君、閉館時間です。あ、はい。熱中しすぎだ。先生は金槌じゃないって言ってたけどね。タマの方がちゃんと泳げそう。どうしたの？ごめん、本当は全部知ってたんだ。トモが強化メンバーに選ばれたこととか。悔しくて、それが苦しい自分も嫌で、トモから逃げてた。本当にごめん。ううん、僕も同じだから。こんな風にタクと話せたらいいのにってずっと思ってた。トモ、また一緒に泳いでくれる？うん、これからもよろしくね、タク。成田先生、ありがとうございます。まあ、友達は大事ですからね。先生には友達がいるんですか？僕、タクはパラ水泳の国際大会に出場した。初めての世界、僕は圧倒された。僕と障害が同じで競い合えるスイマーが国内にはいない。すると成田さんがライバルを連れてきた。友だった。トモ、また一緒に泳いでくれる？うん、これからもよろしくね、タク。
さあ 50m 自由形はいよいよ予選最終組、優勝候補のオーストラリアデビッド・ジョンソン選手がついに登場。同じ組には日本の山本、過去に世界という壁の高さを見せつけられています。今大会で雪辱を果たせるか。 Take your marks。山本、いい位置についています。よし、珍しくジョンソンがスタートを崩したみたいだな。山本、ジョンソンと並ぶ。そしてわずかにリード。いい感じだ、いけるぞ。ここで勝って決勝、決勝で勝って、あの場所に僕が立つんだ。山本は直前で抜かれ、惜しくも3着です。あいつゴールタッチミスりやがった。 0.2 秒は痛いぞ。ここで終わり。終わった。予選の総合順位が出ました。タク君は5位で決勝へ行けるみたいです。他の組のタイムが良ければ通過できないところでした。ああ、よかった。決勝のことなんて考えるから、目の前のゴールタッチが雑になったんだ。今までタッチなんかミスったことないのに、焦りすぎてる。くそ、震えが止まらない。ジョンソンだって緊張するのは同じ。落ち着け、終わったミスなんか気にするな。考えるんだ、僕が勝つためにできること、友が練習で教えてくれたこと。さあ、間もなく 50m 自由形決勝です。心配か。はい、でも僕にはここで応援するくらいしかできないです。上を目指せば仲良く楽しい水泳には終わりが来る。君たちはその先の仲間と高め合う水泳にたどり着いた。君との練習があいつの支えになってるはずだ。足の構えが逆。タク、勝負に出るつもりだ。 Take your marks。山本、いい反応を見せた。よし、並んでいます。ジョンソンと山本、横一線。飛び込みをうまく前半の加速につなげたな。いけます。苦しい、体が重い、ゴールが遠く感じる。また負けるのかな。やだ、絶対に勝つ。山本前へ出る。トップです。いける。タク、可能性の扉を開いてみろ。はい、おまかせ。ありがとう。こうやって二人でアイス食べるの久しぶりだね。確かに。練習終わるたびに食べてたよね。よく飽きなかったな。泳いでる間もアイス食べることばっかり考えてた気がする。今はそんな余裕ないな。昔と変わっちゃったなってことがあるとなんか悲しくなったりするんだけど、変わるって悪いことだけじゃないのかもしれない。前みたいに行かない時もあるけど、できることも増えてるって最近思う。うん、そうだね。時間が経って形が変わっちゃうこともあるけど、自分から変えていくことだってできるよね。ま、アイスはずっと好きなままだと思うけど。あ、ねえタク、ん、水泳楽しい？
もちろん。先生、もう溺れる練習はしないのですか？うるさい。新しい研究を始める。そのための装置を設置するんだ。残念です。残念？泳ぎが少しだけ上達したように見えたのですが。そうだろう。冗談です。お前、最近本当に人間じみてきたな。アスリートの皆さんから学び成長しているのです。先生は人間性に乏しいので。乏しくない。あ、お出かけですか？ああ、プールの片付けは後にする。行くぞ。どこへですか？決まってるだろう。次の可能性の扉だ。ブレイカーズパラ水泳編。主人公タクのモデルとなったのは日本代表候補山田拓郎さん。山田選手は生まれた時から左腕が肘までしかない。まあ、選手によって障害が違うので、こうお手本がないというか、まあ、自分で考えて作っていくしかないっていうところが、まあ、難しいところでもあり、面白いところでもあるかなと思います。13歳の時からパラリンピックに出場し続けている山田選手。 0.01 秒を縮めるため飛び込みの強化に取り組んでいる。苦手としている部分でもあって、まあ、そこさえスムーズにいければまだまだ記録は上がると思うので。でもできないことがたくさんあるっていうところで、まあ、そこにチャレンジしたいっていう思いですかね。もっと速くなれる。山田選手は自分だけの泳ぎを追い求める。